ショコラジ、ショコラジ、ショコラジ、淵上咲のショコラジ。皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの淵上咲です。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。いやー、私も昨日とっても素敵な経験をしました。あの横山万博があったんですけど、もうねすっごく楽しくって、でこれについて今日は詳しく語りたいんですが、このお話は来週の火曜日にとっておきたいと思います。もう本当に楽しくって、中根さん川村さんとも3人で久しぶりにゆっくり過ごすことができたり、ちょっとなんか川村さんのおっちょこちょいな姿とかを見ることができて、私は本当にそれを早く言いたいんですけど、ちょっとまた火曜日に全て言いたいと思います。でも今日もね本当にあの空がとっても青くってすっきりするような天気ですね。やっぱ花粉症の人はもう結構最後のピークかなっていうぐらい、昨日かも今日はまだちょっと昨日よりマシかな、はい、ヒノキ花粉が来ております。目がかゆいですね最後のピークかなぐらいなんですけれども、あの季節はすっかり桜も散り、ちょっと葉桜が残ってるかなぐらいの季節になりました。やっぱりあの満開の時期が一番私も好きなんですけど、でも葉桜っていうのもなんか響きが風情ある感じで素敵ですよね。で見てると私はいつも桜餅を思い出すんですよ色がもう桜餅ですよね、あれ食べたくなる、美味しそうだなって思っちゃうんですよねはい。で、あとこの時期になったら毎年一個思い出すのがある小説なんですけど、それがタイトルが葉桜の季節に君を思うということっていうタイトルなんです。もう名前がこの時期にぴったりですよね、葉桜の季節に君を思うということ。これが歌野翔吾さんという方の代表作、小説家の代表作なんですけど、ショコラジでも一回紹介したことあるかな、結構前だったかもしれません、でも読んだことある方はもういろんな賞も取られてて、面白いよねって共感してくださると思うんですけど、これ何が面白いかというと、タイトル的に恋愛小説って最初思うじゃないですか、そうじゃなくってミステリー小説なんですよ。まあ、ミステリーちょっと恋愛もありって感じなんですけど、もう主にミステリーで、ミステリーらしく最後に大どんでん返しが待ってるんですけど、これがこの大どんでん返しが私が今まで読んだ中の小説の中ではもう一番驚く大どんでん返しで、こんだけ持ち上げても驚きますきっと。なんかそこの角度からどんでん返しみたいな感じで、予想してなかったところからの繰り返しがあるんですよ。これがねぜひ皆さんに読んでほしい。今の季節なんで、葉桜の季節に君を思うということ、よかったら、まあ、いつもあの食べ物の話ばっかりのショコラジなんですけどこういうお話もたまにはいいかなと思い、ちょっと本のおすすめでした、はい、よかったら皆さんも手に取ってみてください。さあ、この番組ショコラジは広島のタウン情報誌ウィンクとのコラボレーションでお送りしています。今日のお相手はウィンク広島編集長、通販こと椿みのりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ読んでほしいです。読みたい、はい、私ミステリー大好きで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。結構ほんと偏ってミステリーばっかりずっと見てた人なので、でも全然知らなかったっていうか見たことないんで、はい、うん、読んでみようと思いました。しかもどんでん返しが大好き。あ、そう、ね、もうね、今まで経験したことないようなどんでん返しだと思いますで、あんま言い過ぎてもあれですけど、そう、ね、ハードルだいぶ上がってきてるから今。でも上げても大丈夫。大丈夫、はい、分かった。椿さんのなんかおすすめってあります、うん、でも本当に偏ってて、うん、もういわゆる東野圭吾さんとか、はい、湊かなえさんとか、うん、宮部みゆきさん、はい、なんかあの辺のやつは多分ほぼほぼ読んでると思います。うわ、そうですか、うん、すごく偏ってるもんね。確かにミステリーばっかですねそうでしょそれをいつも交通機関の中で読むって決めて、あ、じゃないとずっと先読みたくて犯人とか知りたくなって見続けちゃうから。確かにミステリーってそうですよね。そう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 、だからもうそのために本当に何も手につかなくなっちゃうくらい、朝とかまで見ちゃうんで、なんでそこはもう絶対交通機関の中でって決めて、はい、終わりがある時
き。あ、なるほど。そうそうそう、確かに。なんかミステリー小説って、うん、私もすごく好きなんですけど、うんうん、はいはいはい、結果を知るためにその読んでる経過を急ぎすぎちゃって楽しめないじゃないですか。そう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 ね、そう、先が知りたすぎてツワーって読んじゃうから。そう、確かにそれいいかもしれない。いいんですよ。だけど一回私読んでて、うん、その大どんでん返し的なやつに一人でバスでえーって言っちゃった。結構な声だ。はみたいな。恥ずかしい。そう、めっちゃ忘れられない。それだけ忘れない。そう、でそれ何の小説だったの？それはあれなんですよ、東野圭吾さんの容疑者 X の検診、うん、そうそうそう、あ、映画にもなってます ね、ガリレオシリーズ ね、わー、見てみようかな。そう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 、誰だっけ、なんか、うん、え、立脇キーさんでしたっけ、あのこういうミステリー小説を最後から読むっていう人が私の身近にいたんですけど、マジでね、立脇キーさんだ。マジでない、信じられないですよね。信じられない。なるほど、途中まで読んでから最後まで見る。いやいやいや、その言い訳もよくわかんない。本当によくわかんないです、ごめんなさい。意味がわかんない。多分ここにいる全員とリスナーさんも共感してくれる人、絶対意味わかんない。ね、結果どうしても最後は見たくなるってことでしょ。いや、まあでもね、確かに気持ちはわかる。最後見てからの方が、うん、まあ、途中経過はゆっくりね、まあね、楽しめるし、うん、なんか読みながら、あ、ここがこう伏線になってるんだっていうのを分かりながら読める気はするけど。でもじゃあ2回読もう。そうね、2回読みましょう。2回読もう、あの著者の気持ちを。そう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 、考えて。いや、でもね、うん、読書もしたいですし。そうですね、あともう一個、いいな、うん、なんかすごいなって思ったのが、はいはい、今日私たちコーヒーを片手にショコラジお話ししてるんですけど、おしゃれ風にね、会社の近くに新しいコーヒーショップができて、うんうん、ちょっと行ってみようってなって、そうですね、昼にね、行ってきたんですよ、うん、そこがすごかったのが、うん、あの普通に注文しようと思ったら、うん、あのそうじゃないんですっていう方が、うん、アプリを携帯にダウンロードしてくださいって言われて、ね、うん、でそのアプリからいろいろカスタマイズ、うんうん、あのミルク入れるか、そうそう、コーヒーのね、浅入り、中入り、深入りと、ミルクを普通の牛乳と豆乳とみたいな感じ、はい、結構いろいろね、選べる感じですね。オーツミルクとか、うんうん、アーモンドミルクとかあって、でシロップも、うん、マヌカ、ハニー、ハチミツ、アガベアガベっていうのがなんかこれ、ね、リキュール、お酒、おぎるっぽい感じになる前のなんかシロップみたいな、ちょっと説明聞いたんですけど、難しかったですね。でカスタマイズして、そうそう、で携帯のアプリから注文して、うん、決済もね、そこで終えてね、決済もして、うんうん、で、まあ、何分後かに行ったらもうすぐテイクアウトできるようになってるんですっていう、そういうシステムのカフェで、うん、美味しいですね。ね、美味しい。みんな違う感じでした。うん、みんな違うでしょうね。味にね、感想がね、違いましたからね。うんうん、はい、うん。あ、アガベはテキーラの原料なんですって。そこちょっと甘めな感じなんでしょうね、うんうん。そういうのもあったりね。面白かったです、うん。そう、新しいものもどんどんできていきますが、そうですね、はい、本をゆっくり読んだりする季節、うん、いい季節じゃないですか。コーヒー片手に、うん、公園とか最高じゃないですか。最高ですね。ねはい、うん、でそこらにショコラジもね、はい、ぜひラジオ聞きながら、うん、ということでよろしくお願いします。はい、さあ今日のショコラジは2時までの短縮バージョンです。この後午後2時からはベリーカープ RCC カープデーゲーム中継、甲子園球場から阪神対広島戦が予定されています。さらに欲張りヘルシープロジェクトふむふむリンクもこの後お送りします。お便りの宛先です。メールはラジオアットマーク RCC.net 小文字で RADIO@RCC.net ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。ツイッターはハッシュタグショコラジ、カタカナでショコラジをつけてツイートしてください。今日も最後までお付き合いください。お送りしているのはベニー系ドリームランドです。懐かしい曲なんかね、ちょっと夏なイメージがある。いや確かに、あったかい季節来たなって感じ。そうです ね、 ね、今日も本当に暑いぐらいですもん ね、 ね。ラジオネーム福山のコウモリ男さんも、はい、今日は暑いですね、うん、半袖でもいいくらいですね、うんうん、先日コンビニやお弁当やらお菓子やら買って桜並木の下に車を止めて散りゆく桜を見ながらお昼ご飯を食べました、うん、市内の桜はほぼ終わりましたね、うん、とか、あと県北の方、はい、県北の旅人山ちゃんさんからは、うん、はい、広島県では桜が散り始めたところが多いですが、うん、朝活でドライブをしていたら
三原の白龍湖、あと三好の三原川の千本桜が満開でしたよ。見頃みたいですね。ちょっとね、県北に行くとまだね、うん、ですね。そうですね、うん、あとこの間詐欺島に行ってきたんですけど、はいはいはい、ロケで、うんうん、水曜日にその詐欺島の千本桜、有名なところがあって、そこもまだ結構満開で、まだ散り切ってはないんじゃないかなって思います。探したら、そう、桜によってもね違うからね、うん、あれですよね。そうですよね、しだれ桜とかちょっと遅いんじゃないかな。遅いと思う。はい、あ、うん、ちょっといいところドライブしてみるのも、ね、はい、いいですね、はい、ということでこの後もお便りお待ちしています。フレスタプレゼンツ欲張りヘルシープロジェクト、このコーナーはフレスタの提供でお送りします。さあ、お家で簡単に作れて家族みんなが満足できるヘルシーメニューをラジオと YouTube 動画で紹介しようというこのコーナー、先生が作る欲張りヘルシープロジェクトの動画を見て、私淵上が気になった箇所を電話で先生に聞いて教えてもらいます。で、今日のレシピ動画は来週中に YouTube のフレスタ公式チャンネルにアップロードされます。放送を聞いて気になった方はぜひ動画を見て一緒に作ってみてください。そしてなんとこのコーナー、今月からまたまたリニューアルしました、うん、はい、これね、はい、うん、すごいリスナーさんたちにとってもテンションが上がると思うんです、うん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 、どう変わったかというと、はい、料理に使う食材とか、はいはい、料理のあとお題をこちらから先生にリクエストして、うん、そのリクエストをもとにレシピを考えてもらうことになりました。なるほど。だから私たちがこういうのなんか知りたいんです、うん、あ、はい、っていうのをお願いしたら、ね、そう、プロの先生が、うんうんうん、本当にしっかり考えて新しいレシピを考案してくれるて、楽しみですよね、うん、でもちろんリスナーの皆さんも先生にリクエストできるということで、はい、なんか悩みとかありますよね。いやいや、ありますよね、はい、このなんか定番的な使い方しか分かんないっていうのが多い気がする。そうなんですよ、ね、あと一人暮らしなんでこれ余るんだけど、うん、なるほどね、もっといろんな味楽しみたいとか、ちょっとしか使えないけどたくさん使えるメニュー知りたいとかね、はい、そういうことなんですよ、はいはいはい、で、うん、こういうのをリクエストして先生にお悩みを解決してもらいます、うん、でこれショコラジのホームページにアンケート掲載していますので、うんうんうん、ぜひそちらからリクエストお待ちしています。でアンケートも合わせてお答えください、はい、でちなみに、うん、レシピに採用された方の中から抽選で毎月1名の方にショコラジ番組特製グッズをプレゼント。お、これ私になってから初めてのグッズなんで、ぜひ手に入れてほしいと思います。これからですね、何が出来上がるか。そうですね。楽しみ、はい、楽しみにしておいてください、はい、お待ちしています、はい、で、今回今週はですね、うん、私淵上が第1回目ということで、はい、リクエストしました。したんですね。はい、はい、リクエストしたのが、はい、新玉ねぎです、うん、今ね、めちゃめちゃ、ちょうど昨日夜食べたんですよ私。あ、本当ですか。そう、もう大好きなんですけど、うん、なんか使い切れないし、あ、はい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 、なこの間味噌汁作ったんですけど、あ、入れてね、そう、結構なんか、うんうん、本当に一辺倒な使い方というか、はい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 、うん、なんかもうちょっと欲しいなと思って、うん、なるほど、はい、ね、リクエストしました、はい、で今日はこの新玉ねぎを使った新たなレシピを美容料理家の岡本千春先生が考案してくださいました。その名も新玉ねぎのビーガンブランマンジェです。うん、おしゃれ。そう、おしゃれです ね、ブランマンジェってなんぞやっていやいやね、思ったんですけど、うんうんうん、なんか、はい、なんだろう、白いプリンみたいな、なんか基本的に多分あれなんですよね、スイーツなんですよね、はい、パンナコッタみたいな、そうそうそう、イメージがつるんとしたね、はい、そうそうそう、私あって、はいはいはい、そうなんです。でもこれと新玉ねぎってどうやってね、つな、ね、がるんだろうっていうふうに思ったんで、はい、まあ早速いろんなことを聞きたいと思います、はい、岡本先生とお電話つながっています。もしもーし。もしもし。あ、岡本先生、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、改めて、このブランマンジェって、一体何なんですか？フランス語で白い食べ物になるんですけど、そうなんです。先ほど言われてたように、なんか基本的にはスイーツ、甘いスイーツなんですね。うん、うん。なんか白いパンナコッタとか白いプリンみたいなのイメージしたらいいですかね。そうです、そうです。はい。で、これと、
なんか新玉ねぎがどう結びつくのかって思ったんですけど、はいはいはい、これスイーツになるんですか？新玉ねぎのビーガンムラマンジェ。スイーツではなくて、もう、はい、あの前菜と言いますか、なんか、なんでしょう。テリーヌ的な感じで持っていただいたらいいかなと思います。わかりました。はい。へー、前菜として使える。うん、なんかちょっと、うん、なんだろう、あの、人が来た時に。おもてなし的な、ね、おもてなし料理。うん、良さそう。的な感じですね。うん、うん。わかりました。はい、じゃあこの新玉ねぎのビーガンムランマンジェ、ビーガンブランマンジェ、うん、はい、うん、まずは今回の料理に使う材料をお伝えします。新玉ねぎ2つ、豆乳 200ml、 藻塩少々、粉寒天 2g、 米粉大さじ 1.5、 コンソメ顆粒少々、ニンニク1/2かけです。うん、これ結構シンプルですね。そうですね。なんかね、うん、ブランマンジって言われたらね。はい。構えちゃうけど。うん、そう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 。うん、シンプルにできそう。うんうん、そして盛り付けに、ウニ少々、シソの花少々、ブラックペッパー少々、ということで。ウニ。映えそう。うん、ほんと。ということで、これらの食材でどんな料理になるのかが未知なんですが、はい、作り方を説明しながら気になるところを先生に聞いていきます。はい。まず、ニンニクはみじん切り、新玉ねぎは薄切りにして、うん、フライパンに入れて塩をまぶし蒸し焼きにします。うん、先生これ、はい、あの蒸し焼きなんですけど水とかは入れなくていいんですか？そうなんです。あの新玉ねぎの水分だけでもう凝縮したものを作りたいんですよ。なので、はい、もうお水とか薄めずにもう新玉ねぎの水分だけでやっていきます。はい、なるほど。うまみの詰まったブランマンジェができるってことだな、ね、水分量が多い新玉じゃないとできないですよね、うん、きっとね、うん。そうですね。うん、そして、蒸して、玉ねぎがしんなりしてきたら、豆乳と玉ねぎをミキサーで混ぜ合わせます。さらに、寒天と米粉を入れて混ぜ合わせ、コンソメを入れて味を見ます。だからここで、ほとんど全部の、あれですよね、材料を一緒に入れてミキサーにかけるってことですよね。そうなんです、うん、はい、でしかもあんまりねお塩を入れたり味付けを濃くしてないんですよ。確かに確かに本当になんか新玉ねぎの甘みを感じてほしくって、はい、すごく薄味にしてます。確かに、うん、塩とニンニクでちょっと風味つけるぐらい、うん、ってことなんですね、うん、へえ、はい、そして米粉はやっぱダマにならないようにしっかり混ぜるのがポイントということですね。ここでは、はい、はい。これはね、岡本先生に、もう本当に、ね、米粉を岡本先生よく使うんですよ。なるほど。はい。そこで米粉はしっかり混ぜてくださいっていう。今までのね。口酸っぱく言われたんで、もう私も身についてます。覚えてます。はい。で、これしっかりミキサーで混ぜて、トロトロになったものを鍋に入れ替えて、火にかけます。うん、で、ふつふつ沸騰してきたら、弱火にして1分程度よく煮溶かします。うん、これ1分程度よく煮溶かすっていうのはやっぱ寒天が入ってるからなんですか？粉寒天が入ってるから。そうですね。よく煮溶かさないと寒天は固まりにくいので、きちんと煮溶かしてもらいたいです。はい、わかりました。はい。で、これしっかりと煮溶かしたら、型に入れて流し込み、冷蔵庫でしっかりと冷やします。これどのぐらい冷やしたらいいですか？10分から15分ぐらいで私は固まりました。うん、結構すぐに固まりますね。そうですね。はい。そして固まったら器にそれを盛って、ウニ、そしてシソの花、ブラックペッパーで盛り付けたら完成です。ということで。なるほど。結構。なんか意外と工程少ないですね。うん。うん、ブランマンジェって工程先生少ないもんなんですね。意外と。そうなんです。もうめちゃくちゃ簡単です。確かに。しかもミキサー使えるんで、うん、なんかすぐに混ざっちゃいそうですよね。この玉ねぎ最初切るときに結構粗く切っても大丈夫ですか？できたら薄切りの方がいいんですけど、あの、なんかやっぱり焦げ付けしてたくないので、うんうん、焦げ付いちゃうと色が白く ならない。ああ、なるほど。そうそうそう。なので、そこだけちょっと気をつけてもらって、はい。うんうん、あの、もう本当に様子を見ながら、蓋をして様子を見ながら、なんかこう混ぜ合わせながら、こう焦げないように焼いていくって感じ、うんうん、蒸していくっていう。
白い食べ物って意味ですもん ね、ブランマンジェが、ね、白がなくなったらね違うものになっちゃいますもんね、うんうん、はい、ということですごく簡単でした、うん、ブランマンジェ、うん、今回のヘルシーポイント先生どういうところですか。ヘルシーポイントはまずもう本当に薄味で仕上げてるっていうところと、はい、あの普通ブランマンジェってこう乳製品をねたくさん使うんですよ、バターとか牛乳とか。そうなんですけど、そういうものを一切使わずに豆乳であの仕上げてるっていうところがポイントになります。ヘルシーポイントです。はい、わかりました。これどういう時に作ったらいいですか。やっぱりもう見栄えがすごく手が込んだように見えるんですよね、うんうんうん、でまたあのウニと合わせて食べることで玉ねぎの旨味とって感じていただけるので、おもてなしにぴったりになります。わかりました、うん、新玉ねぎのビーガンブランマンジェ、はいはい、ショコラジの公式インスタグラムにも後ほど写真載せます。本当に映えます、うん、ね、すごい綺麗でしたよね。すごい綺麗、うん、はい、なんでよかったら皆さんも気になった方は作ってみてください、先生今日もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでこんな感じでリクエストした食材が本当にプロの先生に食材、うん、ね、はい、あのレシピ考えてもらえるっていうことで、新玉ねぎね、新玉ねぎ今ね冷蔵庫の中に3つあるんで、うん、じゃあこれ2つ使えるから使えるいいですね一人で おもてなし、はい、おもてなしして食べてそうです ね本当にちょっと作ってみたいと思います、うん、はい、なので皆さんもぜひあのリクエストよろしくお願いします、うん、お願いします。ということで今回岡本先生に教えてもらった詳しいレシピはショコラジのインスタグラムやホームページまたはフレスタホームページのレシピサイトをご覧ください。お送りしているのは綾香小袋でバインディングロードです。これもドライブにぴったりな ね曲ですよね。今日最高ねえ、はい、グリーンパーカーさんからは、はい、とても暑いですね今日は、うん、今日は奥さんが仕事のため出かける予定もないので朝からいろんなところを掃除しています。換気のため窓を開けているんですが、うん、自分は花粉症がひどく、うん、くしゃみ鼻水目のかゆみに襲われながらも頑張っています、うん、大好きなショコラジカープ中継を聞きながら頑張ります。あと今日は長男の16歳の誕生日なので夜はみんなでお祝いをしようと思います。うん、うん、いい休日ですね。いいですね。花粉ね、もうわかるそうか、あ、空気変えたいけど、はい、花粉との戦いってことなんですね。そうなんですよ、難しい。大変だ、ここの塩梅どうするか絶対に外には洗濯も干さないです、ね、あ、そっか、気持ちいいんですけどね。ね、カラッとね。そう、できないですよ。そっか、大変。あとピテクスエンジンさんからは、はい、今日はとてもいい天気でドライブしていたら、うん、車内が真夏のようです、うん、もう上着はいらず半袖でもいいんじゃないかな。でも、うん、油断してたら夕方寒いんですよね。風邪をひかないようにしなければいけません、うん、なるほど。そう、なんか油断して、多分上着とかしまっちゃったら、うんうんうん、またちょっと寒い時期やってくるんじゃないかなとか、ね、夜とかちょっと冷えたりするし、はい、車の中はね、うん、ちょっとなんかあのクーラーかける大事ね、し始める時期ですよね、これね、はい、暑い時ね。今日私はヒートテックを着てきてないんですけど、うん、今日朝寒いってね。そう、寒かったです、うん、でも立脇さんとか他の皆さんはヒートテック着てきてたら暑いって言ってたから、うん、インナーとかでだいぶ、そうかも、変わってきそうですよ ね、うん、体感もね、はい、うん、あとラジオネーム宮島じかさんから、はい、今日のショコラジのインスタグラム見ましたよありがとうございます。ありがとうございます。1枚目の写真は2枚載せてるんですけど、うん、あ、はいはいはい、1枚目の写真はカップのコーヒーを飲む瞬間で、うん、2枚目の写真は飲んだ後の写真なんですが、うん、口上さんは美味しいって笑っていますが、うん、椿さんはうわー苦ーみたいな顔をしていますよね椿さんが飲んでるの青汁ですかいや違うんですよ、あれね、写真撮るときに突然淵上さんが、はい、ちょっといい女風に撮り、なんかそうそう、あのセックス&シティっぽいですねみたいな話になって、はい、いい女風に撮りましょうよって言って、うん、いい女風ってどういうのっていう話から淵上さんがなんかちょっと手とかをねポージングし始めて、そう、髪をさらっと、ね、そうそうそう、まあ、やりながら頑張ったけどちょっとおかしくて吹き出した時ですその顔だったんですね。その顔です。苦いとかじゃないんですよ。私コーヒー飲み終わって、うんうん、苦いけど私いい女っていう顔なのかなって思いました飲んでそう頑張ってこう、はい、クールにした後限界で吹き出した時吹き出してはいるんですそういやでもこのコーヒーもカスタマイズして、はい、うんうんうん、はいはい、本当にいろんなカスタマイズの方法があって楽しかったですね、うん、楽しかったですね、うん、私が頼んだのは、うん、まず豆が
コロンビアとエチオピアがあったんですけど、はい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 、うん、コロンビアの中入り、ほう、うん、はい、うん、でアーモンドミルクをプラスして蜂蜜を入れました、うん、ああそうか、蜂蜜入ってるんですね、はい、意外とね酸味があって、うん、甘さは控えめだったんですけど、うんうん、アーモンドミルクそんなに癖はない感じ、飲みやすいですよ。私はなんかその同じ豆はコロンビアで、はい、深入りの普通にあの低温殺菌ミルク、牛乳ですよね、はい、一応ベーシックなやつ、うん、なんか初めてだしベーシックがいいかなと思ってベーシック頼んじゃった。でももうあの苦くはなくて、はい、あのお店の方も言ってたんですけど、コーヒー感をすごい楽しめる。おお、うん、すごいですよね。しかった、一言にコーヒーで言っても、ね、全然違うね。こんなにカスタマイズの方法があるんだって思っちゃいますよ ね、 多分ね、うん、行くたびに違うのを飲みたくなりますね、楽しかったな、はい、あと卵さんから、はい、いいお天気ですね、うん、そんな中お二人の声を聞きながらドタバタと引っ越しの準備をしています。なかなか前に進まなくて現実逃避したくなります、うん、引っ越し大変ですね。大変だ。そっか、そう、なんか、うん、去年も、うんうん、だったみたいなんですけど、はいはい、やっぱりこのコロナ禍になってから不動産も、うん、結構3月に引っ越しじゃなくて4月5月になってから引っ越して動き始める方が多いと聞きました。そっか、そうなんですね、うんうん、今日はなんか布団とか干してもね、ね、いいですよね、良さそうな天気。まあでも花粉症花粉症の人は大変だ、布団なんて干せないよね絶対。そうなんです、だから宮島とか元町のね、うんうん、あの会社の上についてるカメラから見ても、うんうん、結構先がね、もやってるんですよ、うん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 、もやっとしたから。そっか、それもやっとしてるのってやっぱそう、花粉とか PM とか黄砂とかどうなんですかね、この時間帯でも車結構汚れてるかも、白く、うん、なってるかもしれないね、気をつけながら、うんうん、って感じですね、はい、はい、お便りたくさんありがとうございます。ふむふむウィンクのコーナーです。このコーナーではタウン情報誌ウィンクの最新号情報をご紹介します。4月号の特集は新カフェな気分、はい、ということでカフェ特集ですね。そうです、これね、うん、永久保存版ですが、ありがとうございます。今日は椿さんのおすすめカフェを紹介してもらいます、はい、今回あの表紙にあの中区立町にあるネイキッドドットさんドットまでですね、うん、ネイキッドドットさん、はい、をあので撮影させてもらってるんですけど、うん、これもう企画段階から、あ今回そう久々にちょっと私が特集の統括を担当してやったんですけど、はい、もう企画段階からもう表紙ここがいいなってずっと思ってて、もう元々ね本当オープンしてからすごい人気で、そうなんですね、そうでこうやっぱ人気の理由としてもお店の雰囲気こうちょっとシャビーな感じだけど、はい、木のぬくもりとかもあって、うん、なんか居心地よくちょっと大人な雰囲気もあるので、はい、絶対ここはいいなと思って企画もさせてもらってたんですけど、はい、もうここロケハン行った時からもう間違いない絶対ここにしようって思えるぐらい、はあ、そう素敵なんですよお店も。表紙に載ってるのが、うん、ワンプレートに、はいはいはい、その上にベーグルパンが載ってて、うん、はい、で色とりどりのサラダ、うん、はい、これいちごのサラダ。そうなんですよ、いちご乗っててね、うん、ベビーリーフの上にいちごとか、はい、あとそうそうオリーブとか乗ってたり、うん、他にもなんかキッシュとか、はい、野菜をお肉で巻いたものとか、そう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 、すごいワンプレートでおしゃれに満足できる内容、うん、そうなんですですね。そうなんです、これね春のねメニューを作っていただいて、はい、そう元々ねあの実は撮影の時には中麺で紹介しているあのチーズケーキにしようかなって実は思ってたんですよ、うんうん、カフェなのでスイーツがいいかね、はい、みたいなのもあったんですけど、うん、でもなんかもうランチを作っていただいたら、いや絶対ランチがいいよねってなってそれくらい色とりどりで、そう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 、うん、本当にこれは映え、そう春っぽいでしょ、しかもなんかねイチゴとかね、春っぽいです、そうなんですよ。でこのベーグルも豆乳ベーグルだから、なんかそうそうそう、豆乳しか使ってないんですよね、うん、水分は。そうそう、これ食べてみたいな、ね、これね1日ね10食限定とかなんで、そう早めに行かないと食べれないという、いた方がいいですね。そうなんですよ、そうそう、他にももちろんあるんですけどね、ランチメニューとかは。他になんかスイーツとかもおすすめあります、はい、そうなんです。中面ではあの幸せのおやつカフェっていうページで紹介しているぐらい、うん、まあ、おやつにもすごいこだわっていらっしゃって、紙面で一番あの看板のおやつとしてマフォンっていうのを紹介していて、マフォン、そうそう、マフィンじゃなくてですそう、シフォンでもなく、えそう、これが本当にその名の通り、マフィンとシフォンをこう掛け合わせたというか、
オリジナルのスイーツ、オリジナルなんですか。そうそうそう、なんかいいとこ取りって感じ。マフィンの食べ応えと、はい、なんかこうシフォンの軽やかさ、生地が全くシフォンっていうわけでもなくって、まあ、形はマフィンですよね完全に。だけど生地自体もあの本当に間ぐらいというか、軽やかなんですけど食べ応えもあるという。すごい、こんなの待ってたって感じですね。じゃあ、ね、なんかね、確かにマフィンって結構重いというか、うん、いやもう1個でお腹いっぱいだなって、ちょっとどっしりしたね感じでしょ、うなっちゃうし、うん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 、シフォンケーキはシフォンケーキで、うん、いやちょっと待ってこれもっといけるぞみたいな結構食べちゃうから3口ぐらいで、しかも結構空気がね、そうそうそう、あの含まれてるからふわふわなんですけど、そうそうそう、もうちょっとなんか食べたいみたいな、そうっていうのの中間ってことですか。すごいベストなこう形になっていて、そう、そういうマフォンっていうのが、季節によって味とかもねちょっと変わったりとかするんですけど、これは食べてみたいですね。そうなんですよ。こだわってるな。ここだからあのお店がランチももちろんありますし、こう スイーツメニューもありますけど、夜もね、はい、営業されてるんで。あ、そうなんですか。夜は何時までですか。これ夜です ね、ですね、通常だと10時ラストオーダーが9時って感じなんですけど、うん、うわ分かりました。すごいいろんな使い方ができるし、はい、そうおすすめです、とっても。あと店内もあ、そうそうそう、なんかねおしゃれですよね。そうなんですよ。これ表紙もいいなと思ったのが、ちょっと壁に飾り棚みたいな感じになっていて、うん、そこにいろんなものが飾られていて、そこをずっと表紙に撮りたいなっていうのもあったんですけど、はい、でここ階段上がって2階からのお店になっていて、うん、で2階にこの今表紙でも使わせてもらったこのカウンター席とテーブル席が、はい、あと奥に、キッチンがあって、そこにも席があるんですけど、もう1階上に個室があるんですよ。あ、カフェなのに個室。そうそうそう、その上のフロア、いわゆる3階に、うん、個室が2つあって、で、はい、そこもすごいおしゃれな雰囲気ですし。へー、この個室はなんか行ったら使えるんですか。うん、これは予約できて、で一応席予約、席チャージが500円ですかね、はい、なるほど、500円払ったらその個室が使える、うん、そうなんですよ。個室も予約で、あ、ネットからも個室は多分予約ができるようになっていて、これ結構ね、お子さん連れの家族とか個室だったらね、気兼ねなくゆっくり喋れそうですよね。そう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 、うわすごい なんか珍しい。そう、使い方がね、いろいろできて、おすすめです、はい、とっても。うん、4階もあるんですよね。そうなんですよ。実はさらに上があって、ちょうど私たちが取材撮影に行った時に作ってる途中だったんですけど、はい、なんかワークショップと か、うん、なんかそう、まあ、完全に貸し切りで、うん、なんかいろいろ使えるようにすると言われてたんで、へ、うん、それも楽しみですよね。そうですね、なってるのか、うん、すごいな、ちょっと行ってみたい。このランチ10食限定だから、うん、早めに行って食べないといけないですね。そう、予約できないんでね、早めに行って頑張って、はい、ぜひ食べてもらいたいですね。あとマフォンとね、マフォンとね、マフォンっていいな、食べてみたい。インスタグラムもあるんで、あ、そうですね、はい、よかったら皆さん、うん、インスタグラムでも情報をチェックしてみてください。はい、はい、もうネイキッドさんは、ネイキッドドットさんは、あ、はい、あのまん延防止期間で休業中だったにもかかわらず、そうそうそう、そうなんですよ、撮影協力してくださったということで、今回ね本当に大変で、そのまん延防止期間中だったので、うん、取材撮影タイミングが、はい、本当にこう休業中の中協力いただいて、他のお店の方々もね、うん、そういうとこもあったりして、はい、皆さんのご協力あってすごいできたなって本当に感じた号だったかもしれないですね。わ、そうですか、うん、それとね、ウィンクさんのなんか、はい、協力というか、うんうん、頑張りとね、頑張りみんな頑張りました。なんでよかったら皆さんも、はい、見てみてください、はい、新カフェ特集です。ウィンク広島4月号は書店コンビニで販売中です。今日はちょっとこの1時間の中で、うん、はい、ブランマンジェとか、うんうん、あと、マフォンとか、うん、変わった名前の食べ物、ね、そう、新しいですよ ね、うん、ねとかを紹介したんですけど、はい、ラジオネームマー君さんが、はい、ネイキッドドットさんは先日行きました、はい、マフォンとシフォンケーキを食べながら、どちらも生地がふわふわですごく美味しかったし、コーヒーにも合いました、うんうん、マフォンとシフォンケーキを食べた。マフォンじゃないですか、じゃないかな、シフォン、マフォンとシフォンケーキどっちも、はい、あ、なるほど、シフォンケーキももしかしたらね、うんうん、この時期出てるのかもしれない、うん、マフォンとシフォンケーキ一緒に食べるとちょっと不思議な組み合わせですよね。いいですね、ちょっと贅沢な感じですね、うんうん、そうですね。
あとやっぱ気になるのがコーヒー、はい、今日なんかちょっといいカフェに行ったんですけど、ね、そうそう今回もコーヒーやっぱコーヒーショップがすごい増えていて、はい、で今回もそれを紹介してるんですけどね、締めの中でそうそうそうなんか一押しあります、ここのコーヒー美味しい。そうですね、私実はこの間個人的にも行ったブレス広島さんっていう、はい、南区のダンバラにできたコーヒーカフェなんですけど、はい、これもあのここの特徴が浅煎りで、浅煎りって普通ちょっと酸っぱい酸味が出がち、はい、らしいんですけど、はい、なんかそこのあの浅煎りを飲んだ時に、はい、なんかねその変な酸味がないというか、へなんかそういう概念ちょっと覆される、まあ、そこをすごいあのこだわってはいらっしゃって、はい、私そのカフェラテを飲んだんですけど、うん、お店の中でもうすごい人気で、私が行った時にドリップバッグ買おうと思ったらもう売り切れてて、おそうどんどんお客さん次から来てまだ人気ないんですかって言ってました。ブレス広島さん、ブレス広島さん、えなんかコーヒー私結構まだ、うん、まだすごいなんか今まで結構苦手で、うん、あそうなんです、ね、最近結構ミルクとか入れたら、うん、あ美味しいと思って飲むようになったんですよ。そうそう、うん、なんかブラックじゃなくても、はい、カフェオレとかにしてもカフェラテも含めなんかそう美味しいんですよね、コーヒーが美味しければ、うん、そうなんですね、コーヒーの味しっかり楽しめますし、そうだから初心者だからあんま詳しくわかんないんですけど、うん、今この手に持ってるコーヒーも、うん、途中からちょっと味が変わった気がするんですけど、うん、気のせいですか、わかりませんか、どうですか、温度とか違うんじゃないですかね、なんか温度とかで感じ方違うんですか、違うのかな、なんか最初ちょっと酸味が強かったのに、うん、冷めてきてから、うんうん、酸味がなんかちょっとまろやかになった気がするんですよ。コーヒーってこういうもんなんですかね。わかんない、今まであんま飲んだことない、ね、いやでも本当に美味しいコーヒー、まあ、コーヒー種類もお店もたくさんあるから、うん、これも本当に自分の好みの味見つけてくださいねっていう感じで紹介したんですけど、はい、そうなんです ねちょっとなんか好きなの見つけたい しそうでしょ、そうそう見つけたい、うん、し、うん、このまま飲んでったらコーヒーものすごいブラックでも飲めるようになる気がする、あかもしれないし、うん、この調子でお酒もトレーニングしたらお酒も飲めるようになる気がしてきました。あんま飲めないんでしたね、あんま飲めないんですけど、そうちょっとトレーニングしたいなって気持ち、まあ、でもお酒とか特にね日々飲んだら強くなるとかって ね言うしいますもんね、味分かるようになりたいです、うん、佐々木さんにも教えてもらいたい。いやいや。あとですね、はい、ラジオネームこたつ猫さんからは、はい、先週のお花見のお話です、はい、就職して私は38年、うん、そして58歳になるんですが、はい、38年前の新規採用時研修から会っていなかった同じ年の同期がこの度長崎から転勤してきました。なので事前に武蔵の若鳥結びを本通りまで買いに行って、うんうんうん、牛田の京橋川沿いでお弁当を食べながらお花見をしました。へえ、38年ぶりの再会、同じ職場になったってことですね。じゃあそうです、すごい、38年ぶりなので、うん、積もる話もありすぎて、うん、あっという間に3時間が過ぎました。へえ、でもお互い外見は、うん、髪の毛が白髪になったぐらいで変化がなくてすぐに分かりました。38年で結構ね月日流れてる気がしますけど、ね、すぐに分かったんだ、ね、いいですね、ねうん、これから楽しい日々を過ごしたいです。広島を満喫して長崎に帰ってもらいたいと思います。へ、うわー、いいですね、いいですね、いい出会いだからこの時期ね、うん、そういう出会いが、そうですね、これからはきっと出会いですよね、別れというよりもね、うん、そうです、うんうん、いやそっか、昨日あの若鳥結び、ね、すごい想像できますよね、横山万博で食べたんですけど、美味しかった若鳥結び、あの唐揚げ3つ美味しいよね、うん、大好き、私も大好きです。しかも食べた時、うん、結構出来たてというか、うん、温かい感じ、まだ温かかったんでちょっとカリカリ感も残ってて、最高でした、最高、それをしかもお花見でね、そうなんですよ、素晴らしいです、ね、あのキャベツが入ってるけど、あのキャベツにちょっと塩をかけて食べるのがね、はいはいはい、あれまた美味しいんですよね。ただね、あれを食べるとどうしてもビール飲みたくなっちゃってなりません、なるほど、絶対なると、まだ唐揚げすごいビールに合うもん、枝豆とか入ってるんです、だってそうです ね超お酒のあてですねそう、これ聞きながら行きたくなった人いるんじゃないでしょうか、ね、食べたい。今日オープニングで本の話して、うん、ちょっとなんかいい感じでね、ちょっと文化っぽくね、文学的に、はい、行きたいなって思ったのにダメだった、結局は食べ物の話花より団子です ね、今日もたくさんありがとうございました。さあではこの後は、はい、甲子園球場で阪神対広島の6回戦が予定されているということでスタメンを発表します、はい、1番レフト西川、
2番セカンド菊池、3番ショート小園、4番ファーストマクブルーム、マクブルームですね、5番キャッチャー坂倉、6番ライト長野、7番サード田中康介、8番センター上本、9番ピッチャー遠藤ということで、遠藤投手先週もね、日曜日投げてましたけど、うん、結構本当に良かったんで、うんうんうん、多分1失点だったかな、だから今日もいい投球、はい、見せてくれるんじゃないかなと思います。一緒に応援しましょう、はいはい、さあここまでお送りしたのはウィンク広島編集長椿実紀と RCC アナウンサーの淵上咲でした。この後も素敵な日曜日をお送りください。